ゆなです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。はい、ということで今日は別に私のソロ企画ではないんですけど今日は改めて5人全員の自己紹介をしていきたいと思います。イエーイ。ずっと見てくださってる方はね、もう知ってるよと思ってる方もいるかもしれないんですけど、最近見始めた方とか、なんだっけってなった人のために今日は改めてね、自己紹介をしていきたいと思います。メンバーもね、すごく増えましたので、まだまだね、みんなでピティーズ、超ピティーズもう詳しすぎるピティーズになりましょう。それではどうぞ。こんにちは、松本ゆなと言います。知っていますか年齢は中学3年生、15歳です。誕生日が10月11です。10、11って覚えてくださいね。好きな食べ物は麺、もうとにかく麺が大好きで、もうパスタもうどんもお蕎麦もラーメンも大好きです。とお肉と海鮮がめっちゃ好きで、あとは甘いものですね。スイーツとフルーツは大好きです。ほとんど全部なんですけどね。これ。出来上がってることは、銭湯に行くこと。で、そこのサウナに入るのがすごい好きで。最近何やってんの？最近お散歩にもハマってて、お散歩で撮った写真とか結構あります。見ますか？画質があんま良くないんですけど。これとか、めっちゃ夕日がめっちゃ綺麗で、これとか撮りました。なんかお散歩するとめっちゃ勉強も集中できるし、あとなんか感情のこう起伏がなんか緩やかになりました。だからおばあちゃんになった気分です将来の夢はなんか今現時点でっていうとまだまだなんか定まってないですけど、もう最終的なね、目標、人生の目標は素敵なおばあちゃんになることで、子供も孫もいっぱいいてみたいな感じで、もう幸せに囲まれて亡くなりたいっていう願望があります。キティーズの皆さん、フィンガル TV に入って約5年くらい経ったんですけど、いつも私を応援してくれてありがとうございます。すごい SNS の結構低浮上なんですけど、私にもかかわらずすごい DM とかもたくさんくれたりとか、 LINE ライブとかもねすごい来てくれてすごい嬉しいです。ピンカラス TV やってる最中に絶対ファン目がしたいなって思ってるんですけど、ちょっとコロナになるのが悲しいです。これからも今は受験とかもあるんですけど、たくさん頑張るので、またたくさん応援お願いします。会おうねバイバーイ。名前は犬飼レイラです。中学3年生15歳です。2007年8月4日生まれです。好きな食べ物はいちごとチョコとお肉です。最近ハマっていることはずっと変わらず K-POP を聞くことです。周りになんて言われているか、友達にはよくサバサバしているとか、近づきにくいオーラが出てるとか、結構学校ではそんな感じのキャラです。はい、将来の夢はグローバルに活躍できるアーティストです。ピティーズの皆さんに、すごいたくさんの応援をいつもありがとうございます。これからもピンクラテ TV と犬飼レイラを見守っていただけると嬉しいです。はい、名前は本田芽衣です。生年月日は2008年5月7日です。で、今14歳です。ハマってることは最近何もしてないんだよ。何してるかな、いろんな配信見てます。ゲームの配信とかいろいろ見てます。好きな食べ物はいちごとトマトとお肉です。赤いものが好き。将来の夢はちょっと今悩んでるんですけど、すごいどんな仕事であろう、が人を楽しませるような仕事ならいいかな。周りからなんて言われる、なんかなんだろうね、多分人によっていい意味ですよ、対応っていうか人格っていうかなんか違うから、多分人によって印象違うんですけど、社交的って言われます
多分メイの見てる動画とか見てれば多分元気になれるので見てください。バイバイ。鈴木ゆずはです。2010年の5月4日生まれの11歳です。好きな食べ物はほとんど好きなんですけど、特にフルーツなんですけど、特にみかんが好きです。最近ハマってることは、これ言っていいか分かんないんですけど、最近学校でスターウォーズ学校するのにハマってて、なんかスターウォーズの剣があるじゃない、あって、そのウィンって出してみんなと戦いごっこするのがめっちゃハマってます。周りからは笑い声と喋る声がうるさいって言われます。将来の夢は、なんかまだ考え中なんですけど、人にメイクをしたりそういうのが好きなので、メイクアップアーティストさんとかになれたらいいなって思ってます。これからもいろんな励ましの言葉、応援かな。これからもいろんな応援の言葉をね、いっぱいください。バイバーイ。山田マリアです。中学2年生の14歳です。2008年9月24日生まれです。今ハマっていることは、よく家でなんか録画してあるドラマとか映画とかをゴロゴロ見ることです。好きな食べ物はオムライスです。将来はやっぱりなんかこうやってなんかみんなの前でお仕事をするの楽しいなって思うので、そういうモデルさんとか女優さんとか楽しそうだなって今考えてます。最初よりは素を出していけてるとは思うんですけど、でも絶対もっともっと出せると思うので、よりマリアらしい素のマリアを見せれるようにします。はい、ということで改めて自己紹介をしましたけど、皆さん、推しはできましたか？できましたか？メイメイ私で、メイ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 ダントツで私。じゃあ、ちょっとありがとうございます。はい、ということで皆さん喧嘩にならないでコメント欄に書いてください。なんか絶対いいのだよとか言わないでください。大丈夫、大丈夫、大丈夫だから、大丈夫、メイメイから、それならいいじゃん。なんかごめん、自分でコメントしようかな。リアさんに決まってる。怖い怖い怖い。あのね、みんな推してるよっていうコメントが嬉しいです、ね、嬉しいですね。はい、ということでこれからもね、たくさん応援よろしくお願いします。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。